どうも、ロクロック日のエンタメラボへようこそ。ロクロック日のサクと決める人ペチです。ということで、バチェラー4、4話から6話感想動画。おい、全員とキスする気か。したなんだ、おい、めっちゃするだキス、ね、おい、1話には1回キスあるじゃねえかよ。たまんねえな、すごいね、すごいね。バラ渡すよりキスが先みたいな。ね、そうですよ。だからなんか、いっちゃん最後の選ばれた人と感動的なキスがもう見れないというか。あ、本当だね。もうキスが当たり前になってきちゃった。霞んじゃうよね、本当ね。最後何をするんだろうか、あそこ。顔舐め回します。ベローンと。いやー、この4話から6話もですね、すごいもう大変なことがありましたね。面白いね。面白かった。ということで、今回も感想、4話から6話語っていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。ということで、バチェラー4はこのようなスケジュールで配信されております。で、僕たちはその翌日に感想動画出しておりますので、ぜひ僕らと一緒にバチェラー4を楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さあ、早速振り返っていきます。4話でございますね。はい、まあ、これがまあ、おもおも回。ああ、早速だね。でございましたね。ね、前回の3話でですね、まあ、コウさんが真帆さんとね、あゆかさん、これにキスをしたっていうことがね、もうみんなに拡散されたと。はい、もう一度騒然でございました。で、これがね、広まった理由っていうのが、魔の真実のクエスチョンカードゲームね。え、かき乱しバンドを参上でとバンドやってくれたね、あれは。あれそうだよね、あの人がいなければここまでのことにはなんなかったけど。で、コウさんに報告した時、俺じゃないよ。そうそう、違うじゃん。バチラみんなが騒いでおります。いや、あなただよ。あなたのせいかも。で、そういうのがあったんですけども、まあ、こうね、匿名で質問して、それに絶対真実で答えないといけないっていうゲームにね、みんな参加したんですけども、まあ、これでコウさんが2人の女性と口づけしたのがもうバレてしまうと。で、まだそこで終わればよかったんですけどもね、女性が一番嫌いな嘘がね、発覚してしまいました。というか、まあ、違った形で伝わったと。真帆さんがですね、コウさんにその件について問い詰めたと、3話で。その時は、私キスしてないよと、嘘つかれたんだけどどうなってんのみたいな、この発言が、まあ、ボヤが大火事になった。そうだね、そうだね、原因でございますね。言ってないよね。あ、もちろんです。言ってないですよ。コウさんはうまくこう、そうだよね、すり抜けていたのは事実。まあ、このバチェラーですね、 VTR 検証あるんで。あれ、そうだね、見れば分かるよな。あれセーフだよ。そうそうそう。とプラスにですね、あやかさんとこうさんがね、一夜を共にしたってこともありましたけども。はいはいはい。まあ、一部ではエッチしてないのかしてないのかみたいな、君たちは言ってほしいですけども、これもしてないと。やってなかったっすね。そうだろ。いや、絶対やってると思ったけどね。いや、でもね、ペスさん、これそこの VTR 検証ないの。ああ、ないけど。お前、テレビでエッチする人いない。基本的にはね。まあ、そうですね。普通に考えて、まあまあしてない、そこを信じましょう。はい、ということでですね、まあ、先ほど言った真帆さん、この4話ではすごい主役的な位置だったのかなというところで、ツーショットデートが、まあ、ツーショット尋問かな、っていうのがありまして、ここでなんと自らリタイアを選ぶと、まさかだったね、形になってしまいました。うん、コウさんのね、この行動に対してちょっと不信感、もう不満が溜まって、やっぱこの先旅が続けていけないよと言っておりまして、やっぱどうしてもこう、自分のキャッチコピーがナンバーワンだからみたいなのって言ってたから、でどうしてもそこになんかストレスがあったんでしょうね。いや、そうよ。まあ、そうだね。私だけを愛しなさいよと。あ、バチェラーは向いてなかった。いや、そうなんですよ。ちょっとわがままというか、もうそれありきのね。そうそうそう。まあね、奪い合うサバイバル婚活バトルなんで、それを言っちゃおしめようみたいなとこもあったんですけども。バチェロレッテみたいな顔してたもんね、ちょっと途中。そうそうそう、私が選ぶんじゃないの、選ばれる側なのにですね。まあ、そういったところでね、そのリタイアの道を選んだんですけどもね、なんかあれも見れるのすごいですね、リアルな感じが。だってあれ本当に修羅場なやつでしょ。その、そうだね、コウさんが彼氏だったら、彼氏が浮気した時の彼女の問い詰めみたいな、敬語で入ってましたから。そうだね、あれ怖いね、あの詰め。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、来たんだけどいいみたいな。はいはい。でも結局まあ、いろいろ誤解だったわけや。そうだよ。でも結局真帆は譲らなかったというか、曲げなかったですね。そうだね、全く折れなかったというか。真帆さんの性格上、引けなかったんじゃないもん。いや、まあそう、ちょっとプライドもあったよね。間違ってたけどね、自分は。そうなんだよね。コウさん完璧だったけど。いや、もう完璧、そうだね、終始なんだけど。すごすぎるよね。付け入る隙がなかったな。まあそうだね。まあでも、そもそもだってコウさん何も後ろめたいことしてないし。そうなんだよね。
でもちょっとはよ、うん、ちょっとはテンパってもあたふたしてもいいのよ。いやいやいや、そうだね。いや本当そこがすごいね、マジでドンと構えてたから、うん、いや強い。だから後半真帆さん、うわ、喧嘩売る相手間違ったなみたいな顔してましたから、ね、いや、確かにマジでしてるな、これ勝てないわって感じ。いや、そうそうそう、出ないですよ。すごい、名シーンもね、生まれましたね、うん、で、その次はですね、まあ、カクテルパーティー、いや、もとい、謝罪パーティーそうね、あれダメですよ、あのなんか謝罪会見みたいな雰囲気すごかったね、空気は。そうだね、うん、まあそんなね、カクテルパーティーがあってローズセレモニーがあったんですけど、ここではですね、8名から7名になると、まあ1人落ちるっていうことで、ここで白川さんが落ちてしまうとか、じゃあ、うん、キスの時点でちょっとあれって感じはしたよね。口じゃなかったから。そうなんですよ、ね、その前にツーショットデートがあってな、うん、白川さんの方がリクエストでちょっとチューして、うん、やっぱここで婚約者というかその恋人にはまだ見えなかったんだろうな、うん、そうだね。あとまあ白川さん一個乗っかってるからね、その未経験っていうところ、うん、それもねちょっと重いかもな。いやまあそうだね、だから背負いきれないというか、全部は背負いきれない、そういった感じもあったと思います、うんうん。で、次はですね、5話、ここはもうなんといってもね、のぞみやん会でしょ。そうだね、そうだね、はいはいはい、もうのぞみやん、のぞみさん、のぞみやん、あ、なるほど、そういうことね、うん、はい、ツーショットデートございまして、藤原さんが行ってね、ここでバチェラーの都市伝説が発生しましたね、うん、選ぶ側が選ばれる側に逆転する。いや、それなんだよ、困るのよ、あの現象。もうバチェラー3でもあった、あったのよ、ね、もうね、これは岩間さんモードですね。岩間さん、そう、バチェラー3で結局選ばれなかったんだけども、最終的に岩間さんと結婚してるから、はいはいはい、で、その結婚した理由がバチェラー側が好きになっちゃってるのよ、うんうんうん、岩間さんのこと、うんうんうん、でも岩間さんはあんまりバチェラーのことが好きか分かんなくて、バチェラーは選ばなかったんだけど、やっぱ好きっつって猛アタックして結婚までいってるから、すごい、で、追わせたわけですね、そう、女性側が、このモード入ってたぞ。いや、入ってましたよね。でもなんかどうしてもこう2人で食事してる時に、将来こうさんから将来僕とどういうイメージを持ってますかみたいな、うん、聞くけどみんな、うん、はい、おやおやと、おい好きじゃねえなこいつみたいになって、え、これどうなの、こうもしかしたら別れちゃうのかと思ったんですけども、はい、もうこうさん、追っちゃうモード入ったからな。入ったぞあれ、完全に名シーン、ここでもやっぱ、うん、出ました、キス攻めでございました。出た、やっぱそこはキスだったな。え、キスすごない、するね、ダメよ、真似しちゃう。いや、俺あれめっちゃ使えるなって思った。あの、ケイさん、あれ何秒かしてる、ダメダメダメ、ケイさん、あれ何秒かしてる、ですか、あのキスの間、皆さん、沈黙ありました、はいはいはい、だいぶありました、あの沈黙、はい、34秒、あー、34秒か、お前34秒、キスの振り使えるか、お前、いや、待てるかな、あの絶妙な間、時空が歪むの、34秒で、いや、すごかったね。コウさんは34秒使ってましたけど、はい、ケメさんの場合34秒待つら帰ってますね。いや、そうだよ、あの間が生まれないっていうね、コウさんならでは。いや、俺なんかやっぱあそこすごい痺れちゃった。いや、良かったね、なんかリアリティやったっていうか、なんかね、しかも結果的に有効だった気がすんだよな。まあそうだね、確かに、うん、藤原さんに対して、そうだね、若干こう距離を感じつつも、うん、締めをキスで終わらせることによってですね、うん、やっぱもう急に距離が縮まったから、うん、やっぱ藤原さんも結構好き寄りの気持ちになってたっていうね、ってね、うん、結果ではございますね。いやー強いな、いや藤原さん強い、これあるな。正直あるね。いや、あるね、やっぱね、隠れてね、上に立ってんのよ、コウさん。そうなの。いや、そうだね、そう、マジこれあんのよ、バチェラー、うん、なんかそのキスした後も、うん、コウさん自身は、恥ずいなって言ってたの。あー、その後に藤原さんが、うん、どんな気持ち？もう完全上やな。いや、もう強いのよ。あらあらあら、もう乗せられてんのよ、これ。そうだね、逆転してるな。やっぱ望みやんっていう回でございました、うんうん、いや、素晴らしかったですね、はい、もう一個デートございまして、2-on-1デートがあったんですけども、ここで、あかりさんとりょうこさんが参加したというところで、結果はりょうこさんが選ばれると、うん、まあここでもね、めちゃめちゃいいキス出てましたけども、あ、出てたか、そうか、りょうこさんをこうさんは選んだと。その前にですね、壮絶なバトルもありまして、うんうんうん、あかりさんでございますね、出た、これも面白かったね、口喧嘩、うん、ちゃんとやってましたけども、弱すぎね、いや、ちょっとな、弱すぎっていうか、まあ、うん、ちょっとコウさんがね、コウさんが強い、まあ、コウさんが強いし、あかりも結構ガラガラというか、そのいや、ちょっとなんかね、あれ、武器なしで、うん、そうそうそう、素手で言ってた感じ、うん、うん、結構ね、こう、今までね、コウさんが取ってきた行動に対してですとかね、質問、はい、攻めしてたんですけれども、まあ、見事にコウさんがね、それは違う、それは違う、それは違う、うん、これはこうっていう、すごい、うん、的確にね、そうね、完璧なんだよ、弁論してましたから、
もう強すぎて、いやね、まあそうだよ、グーの音も出ないよな、あかりさん途中負けてたことに気づいてないからさ、だって本人も言ってたもんね、理解できなかったって言ってたけど、完全にだもん、いやそこもね、面白かったね、うん、でもね、コウさんマジで字のさ、やっぱ頭の良さとか、本当に人間性であれ言ってると思うけど、過去に相当な修羅場あれくぐってるさ、いやじゃないとあそこまで言葉出てこんよ、ね、もう蓄積の、いやだもう経験のものが、もちろんもともと高かったのあるよ、まあね、でもあの回避能力は、いやそうなんだよ、ね、あれは見習うべきですあのよ、膝が震えてないのよ、いやそう、もう堂々としてるよね、本当に、いやもうちょっと見直して勉強しましょう、素晴らしい、そんな5話ではですね、7名残ってたんですけど5名になってしまうと、うん、いったところで脱落してしまったのが松本さんと坂井さんでございます。あら、いやここで私の推しの坂井さんが落ちてしまう、ねえ、まあこれちょっとね、やっぱ攻めれなかったな、なんかそうだね、一枚あったね、ずっと、そう、面接官みたいな、いやそうなんだよ、喋り方もなんか常に診断書を持って喋ってるみたいな感じだったよね、そうなんだよね、優しかったんですよ、めっちゃ、まあもちろんね、はいはいはい、フォローも良かった、あ良かったすごい、けどもなんかこの婚約者っていう枠にはなんかハマらんかったんかな、そうだね、そうだね、かっこよかったけどね、最後ね、あさりぎょう、そうそうそう、理由はいらないです、理由ね、かっこよかった、ジョイのプライドを感じましたから、はい、で次はですね6話でございますけども、うん、この6話でもですね冒頭、まあ、グループデート、絵を描くデートがあったんですけども、まあそこでもねキスがあって、キューちゃん、あそうか、キューちゃんですよ、キューちゃんとか、まあ、ついにあの結構ガード固いと思われる、うん、キューちゃんにもこうコウさんピットインしましたから、そうだね、だってキューちゃん好きな人じゃないとキスしないって言ってたから ね、いやそうなんです、そこのシーンもなんかもう、なんかもうコウさんに多分ね、もうキス慣れしてるわ、うん、いやいやもちろん、ちなみにキューちゃんで何人目ですか、いやいやもうめっちゃもうほぼいってる、もう6人5、6人でしょ、結構いってるよね、すごいな、加瀬さんにもしたっけ、してねえわ、加瀬さんと綱引きして終わってんだよそうだそう、いやあの人だけ綱引きかこれ、なんで加瀬さん出てくんだよここでエロいデートできるぞって言った時、ただ騙したからやめとけまあそんな中ですね、6話では残り5名から3名になってしまうといったところで落ちてしまったのがイ・ギリムさんと彩香さん、うーん、彩香、彩香か、彩香なのよ、うん、なんか彩香結構急になんか硬化したというかね、感じだったけども、なんかめっちゃそのツーショットデートもあったんですけども、うん、前半めっちゃ良かったんですけど、後半なんか話題がガラッて変わって、そうだね、で要はさ、ずっとなんかいろいろ喋ってましたけど2人で、うんうん、彩香さんが言いたいことっていうのが、もう私モテすぎるから、うん、あなたがちゃんと止めとかないと言っちゃいますよ、そう、なんかねずっと言っちゃうスタンスだったんだよ、もうそれは前提として絶対なんだねっていうね、コウさん止めてよ私をっていう、あなたしかいないけど止める男みたいな、そうそうそう、それでなんであなたが自信ないのみたいな、そう言われてもね、まずあなた止まりなさいよ、そうそう、まず行く、私は行くの、行くなんでモテるから行くの、そういうことか、なんかそういう話し合いをされて、まあお互いなんかまあ好きやろうけどさ、そう、なんかなりやろ、そうね、まあ、この番組のね性質上結婚相手を探すにはちょっと違う相手みたいな、そうなんだよな、面白かったね、ここ面白かった、なんかもう、なんだろう、大人の別れというか、やっぱなんか、まあね、うん、若かったらもうそのまま行っちゃうんだけど、あ、そうだね、確かに確かに、このおしゃれな別れ方してたな、うん、まあそういったところでね、4話、6話怒涛に繰り広げられたんですけども、まあトータル見てですね、はい、やっぱコウさん、口がうまいと言いますか、うん、ちょっと最強やなっていう、いや、てかそうだね、普通にね、めちゃくちゃいい男だ、いや、めちゃくちゃいい人、めっちゃいいわなんかね、そのバチェロレッテ見てた時にすごいなんか本当にそうかっこつけかなって思ったんですけど、まあまあまあ、ちょっと薄っぺらい部分あんのかなってちょっと思ってたけど、そうなんですけど、分厚いわ、いや、分厚くなったね、そうだね、ちょっと肉体改造プラスにちょっとメンタル改造もしてきたのかな、そうね、あんまコウさんがさ、まあバチェロレッテだからコウさん中心ではなかったんで、そうだから今回コウさんがより描かれることで、うん、なんかやっぱ裏表ないというか芯が通ってるっていうのが分かったよね、間違ったこと一つも言ってないもん、言ってない、そうね、もちろんチューはいっぱいする人だけど、ちゃんと理由があるし、そうそうそう、自分なりのその尺度があってやってるんだよな、そうだね、うん、一部ではこうキスが多いことに対してね、うんうん、どうこれってどうなのみたいな声もありますけども、うん、コウさんなのよバチェラーは、そう、うん、だからコウさんがルールなんですよ、ルールなんですよ、やりたいようにやって、
それでダメだったら結婚相手が探せませんでしたで終わるだけなんで、はいはいはい、うん、でもそのやり方で、まあ、見事にこう今いい順調にいってるので、そうだね、だから歴代バチェラーもあれがやりたかったんだよ。おうおう、もっとキスしたかったんだよ。いや、そう、みんな悔しがってんじゃない？そう、悔しがってみて。ただちょっと世間の声もあるからほっぺにチューで止まってたのよ。ああ、そうかそうか。コウさんもう真の始皇帝ですよ。だから時代を作ってますよ、マジで。いや、すごい、本当に。いや、すごいわ。素晴らしいです。塾入れ。いや、本当に学びたいですね。うん、コウサロン。コウサロン。サロンな。ちょっと気になる。教えてほしい。うん。まあ、そういったところで、はい、残りの女性が3名になっておりまして、キュウイさんと藤原さんと涼子さんと。いいですね、まあ、順当というか終わってみたら、うん、まあまあこうなるわなっていう感じだな。まあちょっと涼子さんが頑張ってるというか、いやすごいですね、お友達からステップアップというか、いや完璧な大人の女性なんですよ。いやこれ安定取るなら涼子さんなの。いやそうだよね、本当にリアル見えるよね、考えるんだったら絶対に涼子さん、そうだよ、けどね、やっぱ歴代見てて思うんですけど、うん、結局可愛いに走るから。いや、そう、あーなるほどね、そっち行っちゃうんだ。うん、そうなんだ、なるほどね。で、そういう意味じゃやっぱのぞみさんがな。いやまあ、キュウイさんとのぞみさんが多分同じレーンにはいるけど、可愛いと藤原さん勝ってるだろうな。でも、コウさんの好きが溢れてるよね。溢れてる、のんちゃんに対しては。ちょっと違うね、やっぱ、ね、他の女性と違う、なんか熱いな、ちょっと。このままのぞみさんで行っちゃうのかどうのかわかんないですけども、ちょっと自分的にはちょっとりょうこさん、そうだね、まあ普通に遊びたいのはキューちゃん。お前のは聞いてるな。まあそうだね、でも親に会うから結構変わるよ、意外に。確かにね、リアルだから、うん、あ、向こうの家族と家族になるわけだから。そうだね、めちゃめちゃヤンキーなね、のぞみさんのパパが見れるかもしれない。いや、そうどうなんでしょうかね、そこら辺は。ということで、なんかコウさんのここがすごいとか、うんうん、僕はこう思いましたみたいなコウさんのコメントもね。いや、ちょっとね、聞きたい、女の子の意見、ね、女性どうなんですかね、うん、確かに、うん、私は嫌よって人はいるのか。いや、絶対いると思う。まあ、いるか。そこも含めて、残りそうなメンバー、名シーンとか語ってくださればね、うん、僕らも見ますので、共有できたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、僕たちは他の動画も取り上げております。考察ドラマが大変面白いものあります。よかったら僕らと一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。ということで、以上ろくろくでした。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、最後にケメロジェ、はい、あなたの元を去る真帆に一言。靴でも何でも舐めるからお願い、いさせて、頼むじゃん、こいついさせて、そばに高塾入った、本当に。